ファンキュルタガタメプレゼンツ、今泉 P の絶つながるラジオ。目に見えて緊張が伝わってくる3分間始まってまいりました。プロデューサー今泉です。イコーナ役の桜八重です。よろしくお願いします。来たよ桜ちゃん。本日は持ち込み企画デデン、ゲームキャラとゲストを今夜比べてみました。できればね、語尾をね、比べてみましたーって言ってね、こう俺らもね、うわーってなりやすいからね、勉強になります、はいね、はい。このコーナーはですね、ゲストのさくらとさくら演じるイコーナーを比べながら、はい、さくらのことを2日にわたって今泉さんに知ってもらおうというクイズ形式のコーナーです。ありがたいコーナーですよ。もし今泉さんが1問でも外れたら罰ゲームがありますので、真面目に答えてくださいね。まあ俺知りたいって言った知りたいっても言ってもないのに、なんか外れたら罰ゲームね、はい、はい、お願いします。わかりました、わかりました、はい、ね、もうしょうがない、はい、可愛い子が言うことはしょうがない、はい、許そう。それでは早速参りましょう、はい。私の演じるイコーナの好きなものは実験素材ですが、うんうん、実験素材、はい、うん、私さくらが好きなものは何でしょう。うん、なるほど。まあもう3日ぐらいやったからね、一緒に。そうですね。何回か答えますよ、俺じゃ。はい、グミ。これ当てちゃいますよ。他にないですかね。ないですね、もうグミですもん。グミで、はい、いいで、ファイナルアンサーで。はい、はい、ファイナルアンサーです。じゃあ正解は。グミです。ね、なんか、はい、グミが好きそうなものをしてましたもんね。容赦ないですね。良かったです。ちょっと間違えてくれるか、ね、うん。すいません、はい、バラエティ素人なもんで。ね、だけどグミ僕も好きですよ。一時期ね、僕もともとドラマ作ってたんですよ、うん、前の仕事の時。企画書書くときいつも硬いもん噛んでたくて、いつもハリボーをずっと噛んでたら、ハリボーの正しい食べ方です、うん、なんか深い話になりそうだ ね。ハリボーばっか食ってたらね、なんか虫歯に良くなってたから食べるとやめましたね。何のグミが好きですか。ハリボーです。一緒かい。俺ポイフルも好きだよ。あ、ポイフルは柔らかいのでね、ということでね、はい、不思議な時間でした、また明日